東京の中央区というところで市内療法の専門医としてですね開業しております石井博と申します。52歳の男性、歯科医師は偶然ルーティンのチェックアップで左上の5番の根線部の透過像を見つけてしまった。ただ患者によると歯間修復は15年前に行われて、それ以降一度も痛みを感じたことはないと。だから不自由は全くない、でも感染して病気ができている。さあ先生方はどう説明をするか、もし例えば日本ではですねプログノーシスがプアでも僕は絶対にやらない基準っていうのがあるんですけどもね、歯根破裂がもう見つかってしまっている確実にとか、あと防止処置が何をやってもできないとか、あと患者さんが拒否するとか、まあいくつかの絶対やらない基準があるんですけども、その基準にかからない限りはどんなにプログノーシスが悪そうでも一応根の先の病気は治る可能性がありますよって話をします。こういうところにちょこちょこちょこって入れて、おおむね一面ここら辺もキャビトンとかが入れば、あとはもう上はでかいのズボって入れていいので、そこの方のデコボコデコボコしてるようなところはですね小さいキャビトンでこう詰めて気泡が入らないようにしていくと少し緩くなりますよね。あと規制も取られるので、非常にその後の処置がしやすくなる。これをストレートラインアクセス、直線化と言います。これは全部同じ U 字ノール系、水酸カルシウム系、グラスアナマ系、シリコン系、レジン系、全部同じダメな性質があります。全部同じダメな性質、それは何かというと収縮と溶解です。収縮と溶解がなぜいけないかというと、収縮したり溶解するとそこに細菌が入り込めちゃうからです。やはりそのセメントの厚み、いわゆる象牙質と接しているセメントのその部分が界面がですね 3,4 ミリ必要なんですね。そうするとどうやったらいいかと言いますと、そういうケースはですね根管を使って3ミリ確保してください。根管を使っていわゆる歯間張が取れないってことですよね、はい、そうすると上の方は減る傾向にあるじゃないですか。